車関係のチャンネルをやってるスマイライフのゆきおです。カビの味がするっていうね、ちょっとまあ実験今してまして、はい、で今度ゆきおさんに前回ね、ちょっとそのマップルさんの方が小鳥ちゃんがコーヒーが勝ったっすじゃないですか。はい、はい、コーヒー勝ったんですね。はい、なのでちょっとゆきおさんにはちょっとコーヒーちょっと少ない。コーヒーなんか割合があれなのかな、どうなんですかね。そうですね、大丈夫ですね。じゃあちょっと、はい、早速、はい、ぜひお願いします。こういうチャレンジは初めて。あ、ありがとうございます。はい、ぜひお願いします。確かに一瞬、はい、何やっぱコーヒーが強いっていうのは分かります。あ、やっぱコーヒー勝っちゃう。コーヒーを飲んじゃうとコーラの味がどこかいっちゃうんですよ。あ、だから、はい、うわ、すごい一瞬なんか、そうですよね、そのコーヒーなのだなんか変な味がしたなってのはあるんですけど、はいはい、一瞬しか分かんない。一瞬ちょっとだけちょっと飲んでますか。コーラ大丈夫ですか。コーラ大丈夫ですか。もっとコーヒーが少ないのかな。あ、じゃあちょっと微糖と言いつつ結構甘いんだよ。あー、なるほど。ちょっとじゃあアドバイスいただきましたので、ゆきおさんからこんなもんでどうすか。はい、だんだんお腹いっぱいになって、ちょっとじゃあすみません、2回目の、はい、チャレンジ。はい、お願いします。かすか、これ微妙ってことですかね。微妙これは微妙ですね。あれ、これ使った微糖が悪いのか。まあでもなんかちょっと変な味がする感じですね。そうですね。それなんかこういう発表すると、あ、はい、じゃあこういう味がするっていう明確に分からにくい。あ、そう。ちょっともう一回多いんですか。どんな味がするんですか。僕はなんかただ、カビの味ってのは分かんないですけど、なんかちょっと鼻、なんか飲んだ後にコーラ飲んでコーヒー飲むじゃないですか。そうすると鼻から息を抜いた時になんか変な臭い匂いがしました。はい、はい、今回はそんな感じです。はい、ではありがとうございました。さよなら。